皆さんこんにちは、あみです。今回は夏におすすめのカラーライナーのご紹介をしたいと思います。ですね、私が持ってる、まあ、夏に使えそうなライナーは、まあ、このぐらい8本ぐらいしかないんですけど、まあそれをねご紹介していきたいと思います。はい。で、最近新しく買ったのがこの2本です。とドドの、アイカラーペンシルウォータープルーフのグリーンとオレンジを買いました。で、これは値段的に1000円ぐらいで、まあ安めかなと思いますね。このね、ドドのアイライナーすごく全体的にとてもカラーがねパステルっぽくって、まあ唯一原色的な感じなのがこのオレンジぐらいで、他はね結構パステルっぽいカラー、ちょっと白が混じったようなカラーが多いかなという印象でした。すごい可愛いです。で、このね、オレンジは本当に大好きで、すごい使ってます。最近オレンジのメイクをすることがすごく多くって、毎日毎日絶対にオレンジを使うっていうぐらいオレンジしか使ってないんですけど、やっぱね、オレンジって肌から浮かない色なので、どこに入れてもね、あんまり違和感がなく馴染むので、すごく使いやすい、日常的に使いやすい色はやっぱ一番はオレンジかなという風な感じですね。はい、じゃあね、ちょっと粘膜にね入れてみたいと思います。こんな感じです。あんまりね、遠くから見ても近くで見ても色っていう感じがあまり出なくって、で、まあ粘膜ってあまりねカラー入れるの結構ね勇気が私の中ではいるんですけど、オレンジだと気兼ねなく普通に入れられますね。他のねブルーとかだと結構目立っちゃうので、なんかちょっと顔色悪く見えちゃったりとかするんですけど、オレンジだとすごくね目元がねすごくポップな感じで明るくなるので、すごく気に入ってます。これね、ドドのこのオレンジはウォータープルーフなので、粘膜に引いてもね滲んだりとか本当にしなくて、一日中ほとんど取れないので、すごくいいです。で、次のカラーが、これ、ドドの、グリーンの色で、これはね、本当好みです。好みのカラーです。で、色はこんな感じ。白っぽいグリーンですね。なんかちょっと背景のね、私の壁の色と似てるんですけど、で、これもこうね、目元とかに入れるとね、白く浮いちゃって、目元がね、ぼやーってしてしまうのが多いので、結構ね、使いづらい。黒いライン引いて、その上に入れるぐらいだったら、全然使えると思います。この前、この前使った時は、私は粘膜に入れたんですけど、でもそれでもすごい可愛かったです。これね、ほんとドドのね、これ、多分新商品なんですけど、これはね、すごいおすすめです。可愛いです。安い、プチプラ、な方だと思うので、すごくいいです。しかもね、後ろにね、シャープナーもちゃんとついてて、先を細くできるので、こういうところもいいですね。これ、レブロンのグローラシャスラッシュライナーの04番。これ、グリーンなんですけど、こんな感じのグリーンです。なんだろう、エメラルドグリーンっていう感じのグリーンですごい可愛いです。あまり、明るい色ではないので、アイラインと合わせて使うと、あまりね、カラーすぎず、カラーが目立たないので、逆に使いやすいですね。光に当たると結構グリーンっていうのがね、わかるぐらいなので、これは結構使いやすいです。うん。これ、今売ってるのかな？売ってないかもしれないんだけど、でもこれもすごく可愛くってお気に入りです。で、次がもうブルジョアはね、撤退しちゃって日本にないんですけど、駆け込みで買ったやつ。ブルジョアのルガール F メタリゼっていうブルークランカンっていう色で、54番。はい。で、これはペンシルになってて、こんな感じのカラーです。明るめのブルーですね。うん。なんか本当に海っぽい感じの色。これは100均のリップを片付けるっていう動画の時につけてたのがこれです。ただね、今もう売ってない、日本にブルジョアないので、まあね、これはちょっと参考にならないかもしれないんですけど、でもこれもね、すごく気に入ってます。で、前回はまぶたのね、二重の線あたりまでガーってもう全部引いちゃって、本当、これを目立たせるっていうようなアイメイクをしたんですけど、そういう使い方もいいし、やっぱ、あそこまで行くとね、結構勇気がね、いると思うんですけど、あの日なぜか私、思い切ったのか何も考えずガーって引いたんですよね、あの日。ね、あんまりブルー得意じゃないんですけど、私の中で。
だけどね、皆さんに可愛いって言ってもらえたのでよかったですはい、そんな感じで、これもねすごくおすすめなんですけど、日本にはもう売ってないのであまり参考にならないですね。これブルーのアイライナーなんですけど、ダイソーです。アイラインというかアイシャドウ、まあペンシルですね。こんな感じのブルーです。これもねすごい可愛いですよね。可愛いこれもねすごいいいと思います。これ100円だし、やっぱカラーメイクって毎日するものじゃないじゃないですか、普段ね。普通の社会人の人とか学生さんの方とかはね、あまり毎日するカラーメイクってしないと思うので、やっぱり100均とかでね気軽にね変えて休日にちょんって入れられるとすごく気軽でいいなと思います。これのねブラックのね絵のやつも持ってって、多分この前夏におすすめの100均コスメみたいなので多分紹介したと思うんですけど、あれから行方不明で見つかんないんですよね。どこ行っちゃったんだろう。まあ、とりあえずあっちの色もすごいおすすめなんですけど、それはね下にリンク貼っとくので、そっちの動画見ていただければなと思います。そっちの色の方がね、うん、もうちょっと明るいブルーだった気がしますね。この色もすごい可愛いです。うん、可愛い。これなんですよ、これ。キャンメイクから新しく出たジェル、何ジェルラインアーティストの03番。これ赤、レッドになります。レッド、これ違う、バーガンディか。バーガンディになります。これは、花嫁さんにしてもらったっていうコラボ動画が、マーシーさんと、あと、はるかさんにやってもら、花嫁にしてもらうっていう動画、上がってると思うんですけど、それも下に貼っときます。それの時に、はるかさんからいただいたんですよ。あ、もうね、なんかね、いいよあげるよって言っていただいて、本当申し訳なくて、あ、大丈夫です、いらん、大丈夫ですみたいな、自分で買うので大丈夫ですって言ったんですけど、いいよいいよ、使ってみたいな感じでいただいたんです。本当ありがとうございます。夏に赤って思うんですけど、実際ね結構バーガンディと言いつつね結構明るめなんですよ。こんな感じ、マットな感じの赤です。私が持ってるバーガンディが、これがね LB のバーガンディ、これすごいあのね気に入って使ってたんですけど、こっちのバーガンディは結構ね茶色みが強いっていうか紫みが強いっていうか、そういう感じなんですけど、こうやって見てみるとねだいぶ明るめの赤なんですよ。だから意外にね夏でも使いやすくって、下目尻にもオレンジを入れた時に目のね瞳の下だけちょっと赤を入れると引き締まってねすごくねいいんですよ。ちょっとやってみましょうか。目のね中央ぐらいまで入れちゃいます。これをね瞳のね下ぐらいに入れると、ささーっと少しね薄く入れると、わからないぐらいなんですけど、ただオレンジじゃなくって少し赤みをね目の下とかに少し足してあげるとすごくね引き締まるので、その使い方で最近はよく使っています。確か600、700円ぐらいだったので、まあカラーライナーのね中ではすごいプチプラなので、これもすごいいいと思います。もうどっぷりハマったアイライナー、もうこれはね、ほんと可愛いんだよ。ほんと可愛い。ね、引いてみるとほんとパッキパキのピンク。もうほんとね、白っぽいような、ちょっとね、紫っぽいような感じの、青みピンクっていうのかな。って感じのね、ピンクでね、これはほんとに可愛い色です。ただこれ海外コスメのね、クレーンカラーっていうブランドのものなので、あのね私はビューティージョイントで買ったんですけど、まあ、ビューティージョイントじゃないと買えないかもしれないですね。海外コスメなので、でもすごい安いです。1ドル2ドルぐらいのすごい安いブランドです。あとはまあ、これはちょっとね夏って感じでもないんだけど、まあ一応紹介しますと、 MAC のパールグライドインテンスアイライナーのデザイナーパープルっていう色です。パープルです。ちょっとね先ねちょっと削んないといけないんだけど、削ってないから、はい、こんな感じのパープルです。かわいい、本当にかわいい。ラメが入ってます。これはねいくらだったっけな、1800円ぐらいだったかな、だったと思います。1800円ぐらいだ、2000円ぐらいかな、だったかなと思います。これもすごくかわいいですね。本当にねどれもね
可愛いです。私本当にねカラーものが大好きなので、結構ねカラーライナー持ってる方なんじゃないかなと思うんですけど、あのねドドのこのアイライナーはね全部制覇したいぐらい本当に全部可愛いです。黄色とかもあるんですけど、もうねキュンキュンするんですよ本当に可愛い。まあそんな感じでちょっとねもうね今撮影してるの16分ぐらいになってるので、これ編集大変そう、短くするの。はぁ、あ、まあいいやで感じで、こんな感じでね全部可愛いので、まあ買えないものもいくつかねちょっとあるかなという感じがするんですけど、まあ気になる方はねチェックしてみてください。まあ私的におすすめなのはドドのこのアイライナーオレンジと、あとやっぱ100均っていうね安さのこのダイソーのアイライナー、アイシャドウかながねいいかなと思います。うん、買えるものだったら、買えなくていいんだったらちょっとこれとこれも結構ね好きですね。これ綺麗なんだよな。うん、って感じです。はい、参考になれば幸いです。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。こんな感じでブルジョワの54番を上にね入れて、オレンジとブルーの組み合わせもすごい可愛いと思います。うん、可愛い、夏っぽいですね。なんかカラーラインのいいところっていうのは、あのカラーのアイシャドウと違って、普段のメイクにただねこうやって目尻にねシュッて足したりとかするだけでね季節感っていうのが一発で出すことができるので、なんかいつもの自分のスタイルを変えないでいいっていうところが私の中ですごく好きなところですね。なんかアイシャドウとかになるとやっぱまぶたの色が変わっちゃったりとかして、やっぱね印象もだいぶ変わっちゃったりとかしたりとか、 あと似合わないっていうのがね結構出てきちゃったりとかするんですけど、やっぱカラーラインっていうのはねあんまりね似合う似合わないってあんまないんですよね。だからいつものメイクにねプラスちょっと目尻とか下目尻とかに足せることができて気軽にできるので、カラーラインは大好きですね。すごい集めたくなっちゃいます。